日曜日の夜いかがお過ごしですか。横澤夏子でございます。今日から始まりました横澤夏子それ大事なことでございます。どうぞよろしくお願いいたします。始まりました。ちょっとね始まりましたけれどもちょっとこれ新番組ということで三井不動産さんがねプレゼンツなさってるということでスタジオ、まあ、ブースの方に2、30名ぐらい のスーツの方々がすごい多くてすごい緊張する中新番組が始まりました。ラジオのね一人喋り新潟のラジオ局の方でお話をねさせていただいたことあったんですよ。それも4年ぐらいやらせていただいてたんですけど地元新潟でそうなんですラジオをやらせていただいてて横澤夏子のジョンノビラジオっていうのをやったんですけどなんとそこのねラジオ局さんが閉局ということで終わってしまい悲しかった閉局、ね、でもそんな中この多分3年4年ぶりにこうやってラジオでお話できるっていうのはとっても嬉しいことでございますのでこれからね皆さんとどんどんお話をさせていただきたいと思います。そもそもですねラジオはですね私学生時代にそれこそ国分太一さんのラジオだったりだとかあとスクールオブロックだったりだとかちょっとねあまりここではお話しない方がいい、はい、すいませんでもラジオすごい好きだったのでいやここでまさかしかも日曜日のこの時間帯にここでお話できるなんてもう本当嬉しいことでございますがこの家族のねちょっとほっこりとする時間に皆さんで聞いていただけると嬉しいです。この番組は自分にとって社会にとって地球にとって大事なことについてお話をしていくというコンセプトで様々なことをお話ししていきます。私も今では主婦でありまして2児の母でありまして、価値観もいろいろと変わってきました。そんな中主婦の目線母の目線そして芸人の目線あるかななど今の私の目線でお話しできればと思っています。このねアラサーだったりもう30代超えたからこそ考えたいことだったりこの大事にしたいことってありますよね。さあ番組後半は SDGs をキーワードに SDGs に詳しい方を迎えて地球社会人にとっての大事なことのお話を伺っていきます。皆さん気づいていないかもしれませんが実は番組タイトルにも秘密があってですねそれ横澤夏子のそれ大事なことでございますがタイトルなんですけどそれの S 大事なことでの D ございまの G すの S とタイトルの中に SDGs が隠れているんですね。まさかちょっとね苦しい中皆さんで考えていただいた絞り出していただいたというタイトルになっております。 SDGs についていっぱい話していきたいと思います。横澤夏子それ大事なことでございます。最後までどうぞお付き合いください。 FM93AM1242 日本放送からお送りしている横澤夏子それ大事なことでございます。第1回ですのでまずは改めて自己紹介からしていきたいと思います。これも大事なことですよね。ということで私はですね、1990年平成2年生まれの今32歳になるんですが、新潟県糸魚川市というところ出身で、まあ、高校生までそこで過ごしましてもう本当目立ちたがり屋な女の子どうすれば学校の中で目立てるんだろうって考えて学級委員長をやったりあとは生徒会長をやったりっていうもう一番出たがり屋なもうモテない女の子ですよもうぐいぐい出てきちゃうみたいなそれが高じまして、高校卒業してすぐに NSC という吉本の養成所に入りましてでそこには同期がですねニューヨークだったりあと鬼越トマホークうるさいやからたちそしてあとは、デニスとかマテンロアントニーとかねおかずクラブだったりもうキャラの濃いもう本当にもうみんなすごいんですよの中で、まあ、みんなで一生懸命、まあ、お笑い芸人を目指して頑張りましてで親との約束で3年間舞台に立てなかったら芸人を辞めるっていうあの約束で、まあ、上京してきたんですけど案外立てちゃってそんなね自分で言うのもあれなんですけどであ舞台に立てるんだってことが分かってまあでもね舞台に立てるってことは吉本、まあ、1年目だったらみんな立てるんですよ基本的には。で立てて ありがたいことにあのコント番組だったりパワープリンっていうあのレギュラー番組もいただいたりとかあと「笑っていいとも」の一番最初そのなんか1分間のお笑いショーみたいのがあってそこに出させていただいたりだとか。
なんか幸先すごい良かったんですけど、やっぱ、まあ、なかなかねチャンスがつかめず、まあ20代前半はずっと暇な時間を過ごしておりまして、その20代前半の時間にアルバイトですね、多分20個ぐらいアルバイトをやって、そうですね、しゃぶしゃぶ温野菜だったり、あとは丸亀製麺だったり、あとはとバスの添乗員さんだったり、いろいろと、そうなんです、全部説明して、ただ私がね帰り眠たくなっちゃって、なんかお客さんと一緒寝ないでくださいってすごい怒られてクビになっちゃったんですけどいろいろそういう、あと結婚式場の、あのホテルの配膳係だったりだとか、本当にいろんな経験をさせていただいて、あとは習い事ですね、なんか習い事で体験でお習い事できるっていうのを、私やっぱり東京に来てるんだから一回はやってみようっていう、何か東京でしかできないことやってみようって言って、なんかフランス語教室だったり、あとそれはフランス人に出会いたかっただけなんですけど、あとはフラメンコ、あとフラダンスとか、あとなんだろう、なんかフラが多いですね、すごくフラばっかり、あとはでもそれこそデッサンとかいろいろ習いに行ったんですよ。でも習いに行くのって大体500円ぐらいで行けるんで、そういうのを趣味にしてね、本当ネタ考えろって話なんですけど、でもそういうところでネタが結構生まれてきたりとかしてたんで、そういうのをしながら、で一番ハマったものが ABC クッキング、 ABC クッキングに2年間通ってね、今思えば花嫁修行なんですけど、そのガラス張りのねところでみんなきらびやかなエプロンを着ながら、そのみんなでニコニコしながらお料理するっていう、ネタの宝庫でしたね本当にすごい先生もすごい素敵な方で、多分1回のクラスに行けば5個ぐらいネタできて帰ってくるみたいな、すごい、あ結構なんか容量いいなみたいな感じで習いに行って、でそれこそそれが終わったぐらいで、習い事とかがなんか一通り楽しいなって思ったぐらいで、細かすぎて伝わらないものまでのオーディションが出てくるんですよ。そうしたら今までのそのネタをね貯めていたものが全部そこでオーディションで発表できるようになって、そこからテレビに出始めさせていただいたっていう感じですかね。それと同時にですね、21歳の頃から今だから、テレビに出始めたのはここ5年前4年前ぐらいの話ですけど、21歳の頃から私婚活パーティーに行き始めて大忙しなんですよ。だからアルバイトも婚活パーティーも吉本も習い事も行かなきゃいけない、大忙しで、大忙しっていうか別に自分で行ってるだけなんですけど21歳の頃から、100回の婚活パーティーに行きまして、これ言うとねすごい惹かれるんですけど、100回婚活パーティーに行って100回目で出会った男性と結婚することになります。ありがとうございます、やっと結婚までたどり着きました100回目でね、私の夫が、私横沢なのに、斜め沢さんですかって聞いてきたんですね。ちょうど面白くないと思って、私ちょうど面白くない人大好きだから、と思って飲み行きましょうみたいな感じになって意気投合して、いや行くんですけど、まさかね100回婚活パーティー行ってちょうど面白くない人が私タイプだったんだって気づくのにね、やっぱ100回かかりましたから、昨日とかもね、なんか綿棒を買いに行ってねって言ってたのに忘れちゃって、あー綿棒買い忘れちゃった、ご綿棒ご綿棒って、そのレベルです、そのレベルが家で行われてるんですがで、まあそれが、そうですね、2017年に結婚しまして、子供が今2人生まれまして、今子供2人のお母さん、娘2人ですね、2歳半と、あとは、もう1歳になりました。ちょうど10月で1歳になったので、1歳7ヶ月差だから年後になるんですけど、もうバタバタ、今日も本当ここに来れてよかったなって思えるぐらい本当にバタバタとした生活を行っておりまして、本当どういう家で生活をしてるか、どういう表情でいるかは皆さん、まあ、テレビでね見るかもしれない、 CM でね、なんかすごい形相してあのパソコン売ってる CM があるんですけど、それを思い浮かべて、私はまんまあの生活うわーって爆発して助けてみたいな感じでやってるので、でもすごい楽しくね暮らしていますけど、そうですね、やっぱり2人育児ってこんなに大変なものなのかっていうことを目の当たりにして、なんかずっと
私母親のネタがすごいなんか自分の中でやりたくて、母親になりたかったことはなりたかったんですけど、憧れがあってネタを作ってたりとかしてたんですよ。で、子供に家で貼られちゃったシールをその、仕事場にそのまま貼ってきちゃうお母さんっていうネタをやったことがあって、すごい細かいんですけど、で、やだ子供に貼られちゃって、やだここにクマさん、やだここに車とか言いながら剥がしていってゴミ箱に捨ててくっていうネタなんですけど、この間本当にシールがたまたま貼ってあって、いざ本当ネタの場面になったんですよ。そしたら見事に、あ、最悪と思ってゴミ箱に普通に捨ててて、あ、リアルってこうなんだっていうことを今感じてる、生活しながら、あ、全然ネタじゃなかったみたいな、私の理想のネタじゃなかったけど、リアルは普通にただただ剥がして静かに捨てるんだっていうことを学んでいる状態ですね。でもいろいろと本当にもう勉強している毎日学んでいる時代です。ということで、この番組を通じてリスナーからのメッセージも紹介していきたいと思います。同じような体験、同じような悩み、これから訪れることなど教えてください。ぜひぜひ、気になるファッションの話、アプリの話など、これに、私にこれ大事だよって話も教えていただけると嬉しいです。ぜひね、シール、あの子供さんに貼られた話もいただけると嬉しいです。番組メールアドレスは横澤@1242.com、 横澤@1242.com、 横澤のスペルは YOKOSAWA です。横澤じゃなく実は横澤なんですよね。ちょっとうるさくてごめんなさい。この後は SDGs に詳しい方をお迎えして、私にとっても皆さんにとっても大事なこと、 SDGs についてお伺いします。それどれくらいガチですか？この時間は様々な人にとって大事なこと、 SDGs についてお話を伺っていきます。それどれくらいガチですかで SDGs ってことですよね。また素晴らしいタイトル。さあ、今日のゲストはですね、三井不動産ワールドファーム総務経理部長石井雄一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三井不動産ワールドファームの石井と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。石井さんは普段何をされている方なんですか？はい、今はですね、ほとんど農業の現場におりまして。現場？はい、じゃあもう土をいじってるっていうことですか？そうですね、もちろんパソコン仕事もするんですけれども、はい、現場にいたりとか、あとちょっと講談でお話します、はい、ちょっと工場にいたりとか、いろんなことをやってます。今日なんかね、スーツをビシッと決められてシティボーイな感じ。まずは基本的なことから教えてください、はい、SDGs ってよく聞くんですが、はい、まだ耳なじみのない方も多いですよね。そうですね、はい、で、SDGs について改めてご説明をしますと、はい、サスティナブルデベロップメントゴールズで、この頭文字を取って、はい、SDG で最後のゴールズの S ですね、これを取って SDGs というふうに言ってます、はいはい、日本語にすると持続可能な開発目標ということで、はいはいはい、誰一人取り残されることなく人類が安定してこの地球で暮らし続けることができるように、世界のさまざまな問題を解決して、解決に向けて具体的な目標を示したというものなんです。はいはい、まあとにかく目標っていうことですよね。そうですね。でもすごい目標の数が多いですよね。はい、おっしゃる通りです。17個あります、はい、しかもですね、その17のゴールの中には169のターゲットがあって、多い、それぞれに具体的な目標というのが定められているんです。すごいいっぱいですね。そう、それって全部本当に達成できるものなんですか？これはですね、達成していかなければいけないというふうに思っています、はいはい、もちろん我々もそうなんですけれども、これはもう世界人類みんなの課題ということなので、うんうん、はい、誰一人取り残されない世界を実現するためにはやはり達成しなきゃいけない目標というふうに捉えています、はい、まあ、世界でいうとですね、貧困だったりとか不平等だったりとか、うんうん、まあ、気候変動とか、はい、そういった問題が様々起きています、うんうんうん、でこれもともと国連で提唱されて、はい、2016年から始まってまして、はい、なんと2030年が達成期限というふうになってるんですね。達成期限ってあったんですね。あるんです。これ15年間でやりましょうということになってまして、案外もうすぐじゃないですか？案外もうすぐなんです。間に合うのかな？これ遅れてるとこと遅れてないとこいろいろあるんですけど、まあ
少なくともその目標に向かってですね、みんなで努力していこうということでありますので、まあ我々が私が所属している三井不動産でもですね、さまざまな方とパートナーシップを組んで本気で取り組んでいるというような現状です。そうなんですね、はい、では石井さんはどの目標にガチな感じなんでしょうか。はい、私は目標8の働きがいも経済成長も、目標9のですね、産業と技術革新の基盤を作ろう、さらには目標11の住み続けられる街づくりをということに取り組んでいます。3つもやってるんですか。はい、同時に、はい、すごいじゃないですか。はい、一体何をされてるんですか。はい、そこでですね、はい、まあ、私農業をこれ通じて3つ同時にクリアをしようというふうに考えてます。そこで出てくるのが農業なんですね。はい、はい、ここでやった農業が出てくるんです。はいはい、はい、で今の日本の農業って、うん、もしかしたらね、横澤さん確か出身が新潟県で、はい、新潟です。結構米どころだと思うんですけど、田んぼばっかり、でその農業のいろんな現状ってもしかしたらご存知かもしれないんですけれども、はい、例えば農業をやる人口、就農人口が減ってってしまっているとか、うん、もしくはその耕作放棄地が増加してしまっているとか、うん、そういったさまざまな問題、はい、加えてですね、はい、技術革新とかその経済の発展成長っていうのが少し遅れてしまっているというようなことも現状としてあります。はい、そうなんですね。はい、でそこで、まあ、これまで都心を中心に街づくりを展開してきました我々三井不動産グループなんですけれども、はい、そういった三井不動産が何か貢献できないかということを考えまして、はいはい、三井不動産ワールドファームというのを設立しまして、はい、今はですね、まずキャベツの生産と加工ということを今やっています。もう不動産屋さんだったのがいきなりキャベツの加工をし始めるんです、はい、なんかもうちょっとかけ離れてるように見えますけど、おっしゃる通りです。すごいですね、ワールドファームってもう農場ですもんね。そうです、そうです。しかもララポートとかをねやっている街づくりのこの三井不動産さんが農業も始めちゃうって、それどれぐらいガチでなんですか。はい、私自身もそうなんですけれど、これ2年前にその農業専門の会社を作りまして、はいはいはい、しかも私も今栃木に移住をしてまして、はい、で茨城に拠点を構えているぐらいガチです。すごい。昔はやっていたりしてたんですか、石井さん農業は。いやいやいや、やっておりませんで。初体験で。初体験でやっております。いや、うちの祖父母がもう農家なんですけど、はいはいはい、農家は大変ですよ。大変です。一番大変な職業ってね。いや、おっしゃる通りだと思います。しかも持ってるノウハウとかいろんなことがですね、もう実はすごく豊富なものがいっぱいあるんですけれども、はいはい、でただしやっぱり大変だし、うん、ちょっと収入が上げにくいっていうイメージもね、やっぱり持たれてる方多いと思うんですよ、ね、でそんな中でですね、私たちはそのきちんとした労務管理であるとか、そういうテクノロジー、最新のテクノロジーを導入して、うん、スマートに収入を得られるような仕組みができないかということを今考えてます。本当ですか。労務管理が農業でできるんですか。なんかお休みがないのが農業っていうイメージありましたけど。おっしゃる通りです。我々の会社ではですね、基本的に平日5日間は働きましょうなんですけど、はいはい、土日は休みというふうにしてます。農業で、はい、すごい。その間稲とか苗はどうなってるんですか。あ、もちろんですね、休んでくれないですよね。休んではくれないんですけれども、例えば、まあ、農薬の管理とか肥料の管理は土日しなくてもいい時期っていうのは作れるので、そういったことで、まあ、計画的にやるときはやる、やらないときは放置できるような状態にしておくっていうことが重要かなって思います。すごい。もちろんですね、まず我々が目指しているのはこのがっつり農業をやる人で収益の基盤を固めていくっていうことを、まあ、今やろうとしています。それは先ほど申し上げたテクノロジーの力を借りて、まあ、労務管理もしながらスマートに収入を上げていくっていうことを今は目指しています。はいはい、でさらには将来的には居場所が固定されないっていう農業も目指してまして、例えば横澤さんであれば都心で芸人さんのお仕事があって、はい、で空いた時間、もしくは、まあ、農業をやりたいって時に、地方に行ってですね、農業をするっていう世の中は来ています。そんな趣味みたいな感じでやっていいんですか。はい、もちろんです。副業でやられてる方もいらっしゃるっていう。そうですね、これも徐々に増えてきていますし、はい、私自身も先ほど茨城だったり栃木にいるって申し上げましたけど、はい、まあ、今現在都心にいまして、東京で、お仕事をしながら行き来して農業に携わっているっていう感じなんですね。本当ですか。はい、そういう働き方ができるんですね。そうですね、そういったことでやっぱりその農業のハードルっていうのをですね、農業に参入することのハードルっていうのを下げながら、はい、そのソフトにもガチにもやりたい人っていうのをどんどん取り入れていきたいなっていうふうに思ってます。すごい、人に合わせて寄り添ってくださるっていうのがすごいですね。はい、
それで、まあ、もちろんこういった試みがですね、はい、この持続可能性 SDGs につながっていくんじゃないかと思っておりまして、はいはい、まあ、これから三井動産ならではのですねスマート農業をもっとたくさんの場所人に広げていきたいなというふうに思ってます。すごい無限の可能性を感じます。ちょっともっとお話を聞きたいんですが続きは来週ということで、いや楽しいですね。ありがとうございます。なんか今にもすぐもう土をいじりたいって思ってきちゃいました、はい、ぜひ一緒に、はいはい、教えてください、はい、石井さんにはまた来週もお話を伺っていきます。お楽しみに。横澤夏子それ大事なことでございます。1回目もそろそろエンディングです。1回目本当に緊張しましたが三井不動産ワールドファームの、ね、石井さんがいやもう本当素敵なお話を伺いました。もう、はあ、ちょっといろいろと考えさせていただける部分がありましたけれども、石井さんね3つの目標を同時にやってるって言ってましたけど、私もね20代前半は習い事とアルバイトとそして吉本の3つそして婚活入れたら4つやってた。あの時は本当忙しかった。本当に大変だったんですよ。やっぱり人間ね3つ同時にね同じことやるって本当に大変なことだから、もう石井さんはすごい、それをずっと続けてるわけですから、いや本当に勉強になりました。この番組ではですねお聞きの皆様からのメッセージをお待ちしております。あなたが大事にしていることちょっとしたこだわり子供あるあるなどどんなことでも構いません。また番組の感想もお寄せください。番組メールアドレスは横澤アットマーク 1242.com 横澤アットマーク 1242.com 横澤のスペルは YOKOSAWA です。またこの番組はラジオだけではなくラジコでも聞くことができます。タイムフリー機能を使えば1週間遡って聞くことができますので、今夜のトークが気になった方はぜひそちらもご活用ください。それでは今夜はこの辺で、また来週お会いしましょう。お相手は横澤夏子でした。